日本が次期戦闘機開発に着手してから、X2 新進のテスト飛行終了後の話が2点3点するような結末となったよね。結局は次期戦闘機を純国産開発するために現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加した形で落ち着いたな。さて今回は、その3カ国共同開発で日本国産の XF9 エンジンが使用されるのかについて、ネット上の意見を紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。早速だけど、タイトルに関する様々な意見がネット上に出ていたので紹介していくね。残念ながら使われないでしょう。日本がイギリスと組んだ時点で、向こうのロールスロイス社製エンジンで決まること間違いなし、石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるというなら、テンペストはとっくの昔に FCAS に統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載していると思う。すでに予算がついているなんて当然のことが書かれているけど、国会を通ったのだから、言うまでもなく予算はつくでしょう。そもそも F3 戦闘機のエンジンはロールスロイス社が主管になっているのだから、日本は圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるだろう。日本国内向け以外の F3 にはロールスロイス社が責任者となっているエンジンが採用されるのは間違いない。日本向け F3 にはオプションとして、石張が作った X9 エンジンを乗せるかもしれない。どうしても日本が国産エンジンでないといけないと主張したら、日本用の F3 だけなら乗せることが可能だと思う。もし、そうなったら、ロールスロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょう。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は蚊帳の外になってしまう。ユーロファイタータイフーンの動力源として搭載される軍用ターボファンエンジンの EJ200 のタービン温度が、1550度という数字はデビュー当時のものである。買ったと思って喜んでいるなら、考えがお気楽すぎる。ここで日本の IHI にタービンブレードを作らせたら即解決でしょう。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れると言って、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗した。だから日本メーカーが、その尻拭いをするのは当然だろう。ロールスロイス社はトレントエンジンでも高圧タービンを手放すことはなかった。ロールスロイスは発表していないから具体的温度はわからないけど、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は EJ200 より出力 30% も割増しとなった。当然、バックにはハイスピードなテクノロジーの進歩があるのでしょう。日本製エンジンは使われることはないだろう。エンジンは実績が重要であり、昔よりコンピューターが進化して、今は正確なシミュレーションができるようになったけど、実際に使ってみないと不具合さえも出てこない。予算がついたからといって国産主導するとは限りません。従来のように日本は大金を出して完成品を買うことになると思う。もし国産にするのであれば、入札か随意契約となるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるでしょう。日本ではすでに次期戦闘機エンジンの製造と、機体設計に予算がついているから日本製エンジンが当然使われるだろう。軍事に限って言うと、ニュースでも利権が絡んだリークや、観測気球のような記事がいっぱい出ている。だけど、ヨーロッパのサッカー選手の移籍や監督の話は、代理人が有利な契約ができるような情報を流すけど、軍事は動くお金も大きすぎるせいか、そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされないでほしい。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで石川島播磨重工 IHI と契約締結がされている。予算を紹介すると、2021年度は次期戦闘機用エンジンシステムその1で契約相手は IHI で契約金額は158億円。続いて2022年度は同じくその2のエンジンシステムで、契約相手は IHI で契約金額は164億円となっている。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出ているのでちゃんと理解できるし、IHI が設計したエンジンを次は製造する工程に入るわけだ。日本は IHI が設計まで契約済みであり、今年度は製造にかかるわけだ。IHI 以外にどの企業が、IHI 自ら設計したエンジンを製造するというのでしょうか？
イギリスが2027年に EJ200 の実証機を飛ばすことができれば問題ない。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の試験段階で摂氏1800度以上を叩き出した。結局のところイギリス向けもイタリア向けも、それぞれ自国の企業にお金を落としたいだろうから、当然、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけたいと考えているでしょう。そうなったら日本のエンジンのライセンス生産にするということもありなのかな？あるいは、タービンブレードなど一部のネックになる部分を日本に作ってもらうという二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度というのが今は一体何度なのでしょうか？ロールスロイス社は旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故や破損事故など起きているけど、それを知らないのかな？その解決策として、日本の IHI にタービンブレードを作ってもらっているわけだが、あまり知られていないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度は1800度となっているけど、ウィキペディアに載せられている EJ200 のタービン入り口温度は 1800K というのは1000倍ということなのかな。イギリスで2027年に飛行させる実証機を、EJ200 に加えて SG インテークで行うと発表があったからでしょう。日本は製造しようと提案しているのに、XF9K 以外のエンジンで一体何があるのでしょうか。イギリスには EJ200 しか選択肢はありません。EJ260 もドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンなのに、次期戦闘機をどうやって飛ばすつもりなのかな。タービン入り口温度というのはジェットエンジンの水力を増やすボトルネックなのだから、そこが何度まで耐えられるのかと問いかけているだけ。イギリスで2027年に飛ばすと言っている実証機は EJ200 戦闘機だから、日本は馬鹿にされているのではないかな。要するにロールスロイス社が、自前の力で問題が解決できなかったから、IHI が解決してあげた話でしょう。高圧タービンは手放していませんと言い張っていたけど、中低圧で不具合を出したのに、ロールスロイスは自分たちで解決できなかった。1550度程度ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800度以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理だとわからないのかな。全くと言って良いほど情報は出てこないけど、一応 XG240 はテストを続けているらしい。秘密裏に日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらったのかな。という風に、このような意見がネット上で飛び交っているが、いずれにしても次期戦闘機の開発は着々と進んでいるぜ。日本政府が第三国への輸出を容認することを決定したことについて、中国外務省の林健報道官が3月26日の記者会見で深刻な懸念を表明すると述べたことからも、抑止力になっていることは間違いないからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。